ただいまより竜王戦小樽対局記念小樽将棋祭り、並びに小樽市長杯小中学生将棋大会の開会式を行います。主催者を代表いたしまして、第36期竜王戦第4局小樽対局実行委員会の実行委員長であります風間俊也小樽市長より ご挨拶を申し上げます。70名を超える皆さんが、ね、参加されておりますけれども、皆さん方が、この大会で日頃一生懸命、将棋を指していると思いますけれども、その成果が発揮できればというふうに思っております。今日は2人プロの棋士の方を見えになっておりますのでね、市長から紹介させていただきたいと思いますけれども、上村渡五段、そして中村明子女流二段、2人とも大変お忙しい中参加をいただいております。今日はいろんな企画が、予定されておりますけれども、お二人の指導を受けられるということで、楽しんでいただければなというふうに思っております。大会の方では皆さん力を出し切っていただいて、もし負けてしまったりしてもイベントは続いておりますし、いつ帰ってても大丈夫なイベントなので、ぜひ最後まで残っていただけたらというふうに思っております。初めて将棋大会に参加するよっていう子はどれくらいいるのかな、どうでしょう。あ、何人か、はい、あ、こちらほらいらっしゃいますね。はい、あ、初めてですね。ちょっとね、緊張しているかもしれないんですけれども、日頃のね、力が出せるようにリラックスしてね、対局してほしいと思います。はい、準備はいいですか。それでは師匠お願いいたします。今日はね、いろんな企画が用意されておりますので、一日将棋を楽しんでもらいたいと思います。それでは第1局開始してください。Thank you.